常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね。さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。岸 GJ ということでね、まあ NATO 会議に参加した岸田総理大臣がですね、なんとバイデン大統領から絶賛されるというですね、素晴らしい。まさに安倍外交のレガシーだなと思うんですけれどね。ちょっとね、皆さんと共有したいんでね。ツチノコ新聞。あ、間違えた。毎日新聞の記事からね、ちょっと引用したいんですけど、バイデン氏、岸田首相、称賛。彼が立ち上がったということでね、G7 の演説でね、まあこのリトアニアで開催された、そのまあ NATO 会議の後、G7 のね、まあ首脳会議があったんですけれども、ここでですね、まあ、大絶賛されたと、いうことです。でね、バイデン大統領なんて言ったかというとですね、台本になかったことから話させてもらう。欧州でもアメリカでも、彼がってこれ岸田さんね、岸田首相が立ち上がり、ウクライナを支援し、日本の防衛費を増額すると思っていた人はほとんどいなかったと思うとね、まあ右隣にいた岸田さんを指しながらね、彼がっていうふうに言ったんですよ。ね、ところがと、ね、彼は日本を強化したと。なぜなら彼は、ロシア軍の18万5千の、5千人の兵士が国境を越えて他国の主権を奪うことは世界全体に影響を及ぼすと分かっていたからだ。改めて公の場で感謝したいというふうにバイデン大統領言ったそうなんですよね。まさにですね、安倍外交そのものですね。はい。まあ、この間もね、桜井よし子さんとかね、いろんな方が主催した安倍さんの追悼会参加した時もね、やっぱりこの外交防衛政策ね、ね、それから、経済政策、これやっぱね、日本柱なんですよ。大きなね、二つの柱なんですけれども、まあその、安倍価値観外交ね、ね、この自由で開かれたインド太平洋というね、この安倍価値観外交がまだ生きているということでね、まあ岸田さんそのレガシーを使ってね、ここまでアメリカ大統領にね、称賛された。これはすごいことだなと、いうふうに思いました。で、これにね、先立つことね、NATO 会議が実は開かれてまして、で、この中でもですね、日本にとって非常に重要な、まあ、声明が出てるんですね。これ、産経新聞が報じてるんですけれども、NATO、中国の国際秩序挑戦に懸念、核増強、前例ない速度ということで、リトアニアの首都、ビュリニスで開かれている、NATO、NATO 首脳会議は、11日に採択した声明で、こんなふうに言いましたと。中国の野心と威圧的な政策は我々の利益と安全、価値への挑戦だと、いうね、懸念を示したそうです。で、さらにですね、ストルテンベルグ事務総長はですね、チャイナについてね、ますます法に基づく国際秩序に挑戦していると強調。さらにね、チャイナが核戦力をまあ急速に増強してるんですけれども、これについて、前例のない速度と規模だと。その透明性の欠如は問題だというふうに、まあ、指摘したそうです。で、これはですね、まあ、その、NATO にとってね、インド太平洋地域の重要性を指摘した上で、日本と韓国、オーストラリア、ニュージーランドとの対話や協力をさらに強化していくということもね、明記されているということ。これもですね、安倍外交のレガシーだよね。本当安倍さんありがとう、空で見てますかと、おかげですよ安倍さんのね、これもね、本当そういうふうに思いました。で、この声明が出た瞬間ね、チャイナ、脊髄反射で、チャイナが脊髄反射でですね、文句言ってきたということで、これロイターの記事なんですけどね、これ昨日の記事ね、NATO のアジア太平洋進出に反対、中国 EU 代表部が、表明ということでですね、中国のですね、EU 代表部ね、チャイナの、まあだから EU に、まあ出してる代表ですよ。チャイナの代表ですけれども、これがね、NATO によるアジア太平洋への投進に断固反対するとの声明を出したそうです。はいはいと、いうことね。いや、これは別に進出するとかそういうね、バランスオブパワーじゃなくて、チャイナのね、異例のね、もう本当に比類なき、速度でのね、この、核、軍拡、ね。これに対するその、まあ、説明、透明性の欠如みたいなのを問題した。このね、懸念の表明に対して、これはね、NATO による、ね、もう東方進出だみたいな、そういう捉え方をしているということなんです。一応何て言ったかというとですね、中国の正当な権利と利益を脅かす、いかなる行動にも断固として対応するってことで、もうランドパワーの地政学丸出しですよね。ここは俺たちの生存権縄張りだからてめえら入ってくんじゃねえって、そんだけですよ。で、さらにですね、まあ、この点についてですね、中国は戦略、戦略や意図、軍備増強にして、曖昧なままで、世界的な影響力を、拡大し、力を誇示する様々な政治的、経済的、軍事的な手段などを用いているというふうに NATO に批判されたのね。こういうふうに批判されたんです。はい。野心と威圧的な政策で、NATO の利益、安全保障価値観に挑戦しているというふうに言ったことに対して、それはね、俺たちの縄張りに対するね、イチャモンだと。ね、俺たちの縄張りにね、ケチつけんじゃねえっていうふうに、まあ、言い返したと、
いうことなんですね。で、まあ、他にもですね、こんなニュースが出てます。中国のですね、これ外務省ですね。外務省からもですね、脊髄反射で、冷戦思考だというですね、批判が出たそうです。これテレ朝ニュースなんですけど、中国外務省はですね、まあこの NATO のね、声明に対して、冷戦時代の考え方だと、いうふうに言ったと。で、冷戦時代の考え方とイデオロギー的な偏見に満ちていて断固として反対する。中国を歪曲して抽象し嘘をでっち上げることを直ちにやめ、平和と安定のために建設的な役割を果たすべきである。中国は他国を侵略したこともなく内政干渉したこともない。ん？ん？中国は他国を侵略したこともなく内政干渉もしたことないと牽制した上で、アジア太平洋を混乱させているのは NATO だと強く批判しました。あれ、ちょっと待ってください。中国が他国を侵略したり、内政干渉したこともない？そうなの？中国はだってチベットを併合したしさ、ウイグルを併合しましたよね。さらに言うと、日本に対して内政干渉しまくってるじゃないですか。だってほら、沖縄の帰属問題とかでも今騒ぎを起こそうとしてるわけでしょ？これ内政干渉じゃないんですかね？一体何が、どの口がそんなこと言ってるんでしょうね？そういえばこの間アメリカのね、クラスター弾提供、ウクライナに対するクラスター弾提供についてもですね、中国が批判したらしいんですけど、早速ね、まあ元朝日新聞でね、まあ辞めちゃいましたけどね、はい、ジャーナリストの峰村健二さんがね、今までこれ散々輸出したし、ね、今現在も大量にそのクラスター弾を保有してるチャイナが、どの口でそんなこと言ってんだみたいな批判をね、ツイッターでされてましたけれども、まあこの他国を侵略したこともなく内政干渉したこともないのと、お前よく言うよなと、お前らの基準はどうなってんだと、基準不明ですよね。何を言ってるんですかね、この人たちはね。もう本当になんかもう対話不能な、なんかもうとんでもない、俺様基準というかですね、まあ、自分のことを曲解してるんですか、なんかよくわかんないですけど、まあそういう状態になってるということで、まあクラスター弾の件しっかりね、今でも大量にクラスター弾持ってるんですよ。ね。で、さらに輸出もしてるんですよ、クラスター弾の。ね。もちろん、オスロ条約にも入ってません、チャイナは。ね。それがアメリカのクラスター弾提供を批判するわけですよ。どの口がと。ね。同じく、中国は他国を侵略したこともなく、内政干渉したこともないって、お前、ウイグル、チベット何なんだよと。どの口がみたいな話なんですけど、こういう嘘を平気でつくんですよね。はい。これが権威主義国家の恐ろしいところです。で、こういうですね、まあ批判を繰り広げていたと、いうことなんですけれども、まあね、これね、ちょっと、さすがにひどいんじゃない？うん。で、あとね、もう一個ね、これあれですね、これか。冷戦思考の他にね、アジア版 NATO は不要だというね、中国外務省のね、王文部の、記者会見のね、記事も出てます。で、これはですね、これ昨日の記事なんですけれども、NATO が東方進出を加速させていると批判しと、NATO の東方進出ってどういう意味と、ね。そうじゃなくて、チャイナが今みたいな体制でね、まあその、ちょっとでもなんかやったら縄張りを犯すんじゃねえとか、その、内政干渉だとか言って好き勝手やってね、ロシアも支援、するかもしれないでしょ。まあ、実際に陰でいろんな半導体渡したりとかしてますからね。で、そういうのに対して、まあ、ヨーロッパが懸念してるっていう話をね、こういう NATO が東方進出してるみたいな、侵略だみたいな、ハイブリッド戦争だみたいな感じで、被害妄想でこう、すり替えていくというね、恐ろしいロジックなんですけれども、まあ、その恐ろしい被害妄想を前提とした上で、この王文部はですね、アジア版 NATO は必要ないと反発したらしいです。はい。で、冷戦の産物である NATO が他国の内政に干渉し、多くの戦争に入り込み、陣営対立を強めている。中国こそ世界平和の建設者だと、主張したそうなんですけれども、まあ、これさっきの記事と同じじゃない？さっきの外務省っていうのはこの王文部の会見のことをおそらく言ってるんで、同じ記事だと。同じ、まあ、会見の話だと思うんですけど、まあ、そのね、記事によってね、切り取る場所が違うんで、まあ、あれですけど、まあ、要は同じですよ。このね、NATO が他国の内戦に干渉し、多くの戦争に入り込み、陣営対立を強めているっていう、このロジックはですね、まあ、何を隠そう、レーニンの帝国主義論ですね。はい。チャイナはやっぱり社会主義の国なんで、大元はレーニンなんですよ。で、レーニンのね、帝国主義論によると、戦争っていうのはね、帝国主義の国が起こすというふうにね、まあ、ナラティブなんで何の根拠もないですよ。何の根拠もないですけど、そういうふうに言ってます。で、そのね、まあ、根拠らしきもののレトリックは何かというと、帝国主義の国は軍産複合体なるものがあって、そいつらが戦争で儲けているので、ね。で、その利益のために戦争を起こすんですと。そいつらを儲けるためにと。ね。で、そのために国民の命は犠牲になるんですみたいな、まあ謎ロジックなんですよ。でも、歴史を紐解いてみてください。戦争を仕掛けるのって大体社会主義の国みたいなさ、そういう権威主義国家ばっかりでしょ。
ね、例えば朝鮮戦争、どこが仕掛けたんですか？北朝鮮が仕掛けましたよね。今回のウクライナ侵略、どこが仕掛けたんですか？はい、ロシアが仕掛けましたよね。権威主義国家ですよね。まあそんな感じですよ。はい、基本的にですね、戦争は権威主義国家が仕掛けてくると。ね。で、それで、さらに言うとね、最後はこう、まあ、泥沼化してですね。で、しかもね、まあなんて言うんですか？こう、停戦ね。まあ朝鮮戦争だって停戦したまま、まだ終戦してないでしょ。ね。で、例えば、第二次大戦終わった後のさ、この、北方領土問題はまだ解決してないでしょ。まあ、こんな感じでぐち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 、ずっとこう長引くみたいなね。まあ、そんな感じですよ。で、その、まあ、その、権威主義国家がね、歴史を紐解けばさ、権威主義国家の側から戦争仕掛けてることも多いので、まあ、このレーニンの帝国主義が外れてるんだけれども、まあ、それをベースにしてですね、アメリカと EU が戦争の原因だ、みたいな。まあ、アメリカと NATO が戦争の原因だ、みたいな。まあ、こういうですね、まあ、強引な、まあ、ロジックでですね、まあ、西側諸国を批判しているんですが、どうなんですかね。まあ、NATO がね、今回こういう声明を出してくれたことは日本にとってもありがたいですし、その場に岸田さんがいたということもですね、非常に重要かなと。で、さらにこの後ね、岸田さんはブリュッセル行って、ね、ベルギー行って、で、中東3カ国を訪問しますよね。で、中東っていうのはついこの間ですね、チャイナがね、手突っ込んで、サウジとイランの和解を、まあ、演出したんですよね。まあ、そこに岸田さんが行って、まあ、ちょっと、ひっくり返すって言ったらあれですけどね、あまり向こう行かないようにねっていうような話をしに行くんだと思うんですけど、この辺もですね、まさに安倍外交かなというふうに思います。まあ、これアメリカがやるとですね、いろいろまた問題なんですよ。はい。アメリカはちょっとね、いろいろね、価値観の押し付けみたいなのもね、ね、その、まあ、結構その、強引なところもあるので、まあ、ここはですね、日本がね、間に立って、まあってやる。ね、まあ、この役割実は期待されてるってことは、エドワード・ルトワックさんなんかもね、ずっと言ってたんですけれども、例えばインドね、まあ、インドとアメリカ今はだいぶ仲良くなりましたけれども、間にね、日本が入って、というか安倍さんが入ってさ、モディ首相とあれだけのね、関係を構築したと。で、そのモディ首相、次の選挙でも勝ちそうなんですよね。2029年までこのモディ親日政権が続くと。いうことでね、日本のね、やっぱりね、ビジネスマン、そして投資家の皆さんもね、やっぱインドに目を向けて、インドともっと経済的な関係を強化してね、モディさんが、まあ2029年で、まあさすがにもここで引退するかもしれないので、この後もですね、日本とのインドの関係ね、しっかりしてね、大事にしていくことが、重要かなと思うんですね。やっぱりインドはね、日本と同じようにさ、尖閣問題みたいなのを抱えてますから、ね、定期的に有刺鉄線バット持ったやつが国境を越えてね、インドの兵隊に襲いかかるわけでしょ、チャイナの兵隊が。まあそれをね、チベット人を中心としたインド部隊がもうフルボッコにしてやり返すっていうことをまあやってますよね。ね、謎のこのコンボファイトみたいなことやってますよね。まあそういう意味ではもう日本と同じような状況にあるので、まあいわゆる試探ってやつですよ。試すに探検の探でね、相手がどれぐらいやったら怒るかってことを常に試してくると、そういうことをねやめなさいとね、いうこともね、ちょっとインドと連携してね、やっていくべきだと思うんで。まあこういう、NATO と連携、インドと連携ね。まあこういう、こう、同盟の力でね、同盟の力で抑え込んでいくと。ね。わざわざ単独でやる必要ないですから、まあ、単独でやる覚悟でやるとみんながついてくるって部分もあるんだけど、ね、単独でやる覚悟でっていうのと、単独でやらなきゃダメっていうのは全然違うからね。あくまでも同盟の力をね、より多くね、まあ我々のね、味方にね、その同盟の力をより多く引き出すために、日本もしっかりとやる気を見せるという文脈でね、頑張っていく必要があるかなというふうに思いました。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!